トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、こんにちは。お昼時に失礼します。メインキャスターの森田京之介です。さあ、北京2022冬季オリンピックは8日目、そして放送部は、オリンピック編4回目の放送となります。さあ、今日はトヨタの冬のオリンピックといえばこの方、トヨタ自動車スケート部の寺尾悟監督にお越しいただきました。1週間ぶりのご登場、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、まずは我々がかなり大特集してお届けしましたフィギュアスケートの話題からいきましょう。こちらです。フィギュアスケート男子、アメリカのネイサン・チェン選手、金メダル獲得おめでとうございます。いや、皆さんもね、ご覧になったかと思いますけれども、もうピョンチャンの悔しさを晴らすほぼ完璧な演技でした。そして日本の宇野昌磨選手、2大会連続のメダルですね、銅メダル獲得、こちらもおめでとうございます。いや、2人とも団体に続いて今大会2つ目のメダルということで本当に大活躍なんですけれども、ネイサン・チェン選手ですね、インタビューの中で子供の頃から練習に送り迎えをしてくれていたお母さんに感謝という言葉、感謝の言葉を伝えていたんですけれども、その送迎の車というのがですね、はい、トヨタのプリウスということで、なるほど、そのプリウスの走行距離がなんと60万キロ。どうやって走ったらそこまで行くんですかね。いや、そうですよ、それだけ送り迎え、お母さんが頑張って頑張っての今回の金メダル、本当に嬉しそうな表情も印象的でした。さあ、寺尾さんは1週間前にご出演されて、はい、その後こうやってオリンピックが始まりました、はい、どうですか、ここまでオリンピックご覧になっていて。実際やっぱ始まると、はい、もうやっぱり当然ですけど始まったなってこう熱い思いになるんですけども、でも始まる前までなんかですね、こう違和感というかなんかちょっと不思議な感じがして、これなんだろうこれはっていうふうにちょっと思ったらですね、実はですね、日本で冬季のオリンピックをテレビで見るのが30年ぶりと。30年ぶりです。これまた日本でそんなこと言うのは寺尾さんぐらいなんじゃないですかっていうことで、今回ちょっとその状況を整理してみました。これ見ると、92年のアルベールビル大会を寺尾さんはテレビで観戦していた、そしてその後出場したり、ISU スケート連盟の委員として現場に行かれたりして、今回30年後の北京でようやくテレビ観戦。はい、92年のアルベールビルっていうのはショートトラックが正式種目になって最初のオリンピックになりまして、はい、でそれをテレビで見てオリンピックに出たいと。でちょうど同じ時期に6年後に地元日本で長野オリンピックが開催されると決まったので、6年後を目指して頑張るぞと思ったのがこの92年でした、はい、でここちょっと見ていただくと分かるんですけど、92年と94年っていうのはこれ2年しかないんですよね。これ福田さん何か分かりますか。だから このタイミングで、はい、夏冬の開催が分かれたってことですね。そうなんですよね。92年まで、冬最初にやりまして、はい、夏季オリンピック、ちょうどバルセロナオリンピックが夏に行われたんですけども、それ以降夏と冬の開催時期が2年ごとにずれたので、ちょうどこういうふうにここだけ2年で冬のオリンピックが来たものですから、6年後の長野を目指した僕はたまたま、練習頑張った成果もありまして、2年後のリリーハンベルといきなり出られたわけです。そうです、高校3年生から出れまして、そこから4回出ることができたんですけど、もしかしたらそのタイミングが今までより4年だったら出場できてたのかできてなかったのか、それともメダルたくさん取れてたのかそうでもなかったのかっていうのは、はい、本当に当然出場の年齢制限もありますし、この何歳の時にオリンピックを迎える、この4年に1回がどのサイクルに来るっていうのは選手にとって非常に大きいというところですので、でね、本当にこの4年に1回のチャンスをですね、この出場した選手っていうのはもうぜひ堪能して現場で味わっていただきたい、そういうふうに思ってます。そうですね、やっぱりどこで選手のピークが来るかっていうのは本当選手によって違うわけで、でも今回ね、この舞台にせっかくたどり着いたんで、もうそこは存分に味わってほしいなというところですね。その皆さんを我々も全力で応援してまいります。トヨタイムズ放送部はですね、毎週月水金の週3回ですね、昼の12時から放送していきます。生放送終了後 YouTube でアーカイブされまして、英語字幕を入れた英語版、翌日日本時間午後4時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされます。今までの放送と合わせてぜひチェックしてみてください。そして YouTube へのチャット欄、最近盛り上がりを見せてくださっています。今日もたくさんお待ちしております。最後に紹介させていただきます。ということで、まずはですね、ここまで行われた競技の中からトヨタアスリートの活躍からお伝えしてまいります。まずはこちらですね、スノーボード女子ハーフパイプ、クロエ・キム選手、
2大会連続の金メダルおめでとうございます。これ連覇というのは女子ハーフパイプ初の快挙ということでした。さあそして女子スノーボードクロスに行きましょう。こちらフランスのトレスプス選手が銀メダル獲得おめでとうございます。これはソチの銅から2大会ぶりのメダルということになりました。そしてオーストラリアのブロッコフ選手は4位。これに対して本当に悔しいというコメントだったんですが、この2人混合団体にも出ます。ちなみにオーストラリアは世界選手権金メダルを取った種目ですから、ぜひともブロッコフ選手この悔しさをここで晴らしてほしいところです。続いてノルディック複合に行きましょう。長野日野自動車所属の山本選手14位という結果だったんですが、クロスカントリー苦しかったんですけれども、その前のジャンプ1位と見せ場十分でした。インスタを見ますとですね、ジャンプの部分を鳥の絵文字で表現されていて、その後のクロスカントリーの部分をカタツムリで表現されてました。はい、非常に面白いところだったんですよ。山本選手まだ、ラージヒル、それから団体もありますから、まだまだ応援よろしくお願いします。続いてショートトラックなんですが、男子 1500m、日本の吉永選手、決勝に進めず16位という結果でした。ただ本命の男子 5000m リレー残ってます。今日この後特集します。それからショートトラックはまだいます。イタリアのアリアナ・フォンタナ選手、女子 1000m 組の1位で予選を通過していまして、女子 3000m リレーの方は準決勝の1組目の中で4位ということで、順位決定戦の方に回っています。そして始まりましたカーリング女子ですね。吉田選手のいる日本、初戦はピョンチャン金メダルのスウェーデン相手に敗れはしたんですけれども、すごく惜しい場面もありました。やっぱり戦っている中で吉田選手の笑顔というのはやはり目立ちますね。我々も勇気づけられるところあります。ぜひとも応援してください。続いてクロスカントリースキーですね。女子10キロクラシカル、アメリカのディギンズ選手が8位、日本の小林選手が54位ということでしたが、オリンピック終盤までこのクロスカントリースキーいろんな種目ありますから、最後まで応援続けましょう。さらに男子のアイスホッケーですね。ミューラー選手のいるドイツ、初戦カナダ相手に敗れました。強豪相手だったのでちょっと悔しいスタートになりましたが、まだまだここが出発点です。ここから頑張ってください。おしまいにリュージュいきましょう。足から滑りゅうじゅ、写真を見て思い出してくださいね。チームリレー、アメリカのクリス・マズジャー選手7位入賞ということでオリンピックを終えました。お疲れ様でした。以上、ここまでトヨタアスリートの活躍をお伝えしました。それでは今日の特集に参りましょう。寺尾さんがいらしたということはこちらです。皆がねだる悲願のメダル、目指すぞ勝利、スケート競技。なんかこのタイトルはいわゆる何ですか、韻を踏むっていうんですかね。韻を踏むあっていう、なんかそんな感じなんですかね。気になりますか。気になる、なんかすごく違和感ありますね。そう、前回の放送の最後で小塚さんが気づかなかったらそこです。気づけず終わってですかね。皆がねだる悲願のメダル、目指すぞ勝利、スケート競技、こんな感じですね。すごくいいリズムですね。はい、なんでこうなってるかは、はい、今日の特集を最後までご覧いただければ分かりますということで、最後までお付き合いください、はい、よろしくお願いします。で今日は、まあ、スピードスケート全体の特集なんですけれども、うん、スピードスケートとショートトラックでは結構な違いがあるということで、はい、寺尾さんちょっとまずそこから教えていただけますか。はい、じゃあですね、まず絵をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、スピードスケート、1周400メートルありまして、ホームストレートとバックストレートがあります。でバックストレートで選手が交互に入れ替わるということで、はい、一番大きなところはタイムを争いますので、2人で滑ってゴールしてもですね、最後の組が終わるまで、勝つかどうかって分かんないということで、喜べないわけですね。そうです。で、はい、ちょっと靴も違うんですけども、靴は後でですね、はい、ショートトラックじゃあ行きますね。はい、ショートトラックのフリップを出していただいてもいいですか。これ111.12m ということで、4人から7人が同時に滑るということで、先ほどのスピードスケートがタイムを競うことに対してショートトラックは順位を競いますので、まあ、ゴールした瞬間、まあ、次の通過者が決まるということで、この111メートルでもコース、これ半径8メートルしかなくてですね、はい、非常に
く、まあ、急なコーナーになるんですけども、まあ、ショートトラックからスピードスケートに転向する選手というのは時々いるんですけども、はい、この大きなスピードスケートのリンクからショートに行くってなかなかコーナーの技術が難しいので非常に稀ですと。やっぱりこれ、はい、ね、大きさが正直今見てこんなに違うんだってちょっと驚きましたけど、はいはい、でその分コーナーが急なわけですね。でこの絵だけですとこのいわゆるショートトラックのと、まあ、スピードスケートの、 この、まあ、大きさの違いってなかなか分かりづらいと思うので僕はちょっと、まあ、今日はトヨタ社員らしく数値化ちょっとしてきまして264と938というぐらいの違いがあるんですけども、ちょっと待って、264と938ですね。だいたいあのなんだこれ、はい、だいたい分かると思うんです。森田さん分かりましたかね。ごめんなさい、なんか踏んでますかねこれ。なんか寺尾さん、はい、寺尾さん、はい、新幹線の中で考えてきたんですかこれ、何ですかこれ。あ、ちょっとじゃあ分からないということで、あの答えをちょっと持ってきたんですけど、ちょっと待って、ヤリスをですね何台駐車できるかということで、先日あれですよね、森田さん、ハーフパイプで体積よく見てますね、体積出してましたので、今日じゃあ面積でいこうと思いまして、ちょっと計算してみたらこれヤリス結構264台ショートのリンクで、スピードスケートのリンクで938台も止めれるということで、これ違いの大きさよくこれ分かりましたか、これ手作りからすごく よく分かりました、よく分かりましたか寺尾さん、本当にお疲れ様です、はい、すごく やりきった感じますけど大丈夫ですかね。小塚さん見習ってくださいね家でこれ印刷してる寺尾さん思い浮かべてくださいね、はい、ありがとうございます、はい、でまあ、ちょっと靴の使いだけ少し、はい、お話しさせていただきますと、スピードスケートの靴、これスラップスケートと言われる、あー、なるほど、離れてます、なんかそんなイメージありますわ、はい、でまあスケート靴蹴った後もですね、氷に、まあ、ブレードがしっかりくっついているので、はい、非常にスピードが出やすいと。でショートトラックですね、同じように、まあ、まあ同じように見えますけど、はい、そこが違うのか、はい、でかかとがですね、ショートトラックは固定されてますので、はい、まあ、今度スラップスケートのようにスピードは出ないですけども、コーナーに、まあ、特化したというところで、まあ、少し、分かりづらいですけど、靴のですね高さも少し違いまして、ちょっと分かるかな、スピードスケートの方が少し靴が低い、あ、はいはい、かかとの部分が低くてですね、足首ですね、今手前にある方がスピードスケートですけど、はいはい、くるぶしが、ね、隠れてるか隠れてないか、そうです、それぐらいです。でショートトラックはもうくるぶしまでしっかり隠れてですね、まあ、コーナー倒れた際に、まあ、安定さをこちらの方が増すということで、まあ、それぞれのですね特徴が靴にも出てると。なるほど、だからフィールド、はい、靴、はいはい、ちょっと似てるようで結構違うってことですね。そうなんですよね、ね、僕らも、まあ、このまあ、スピードスケートの靴履くと意外とすぐには滑れないですよね、やっぱり時間がいりますね、はい、938と264、はい、そうですね、結構違う、はい、結構違いますね。なるほど、はい、ではですね、938のスピードスケートからいきましょう、はい、どんな選手が出場するのか、見ていきましょうか。こちらです。まずはアメリカのエリン・ジャクソン選手ですけれども、もともと氷ではなくてインラインスケートの選手として世界レベルで活躍していたんですが、2017年に氷の上に舞台を移して本格的にトレーニングを始めてわずか4ヶ月でピョンチャンに出ました。で今回が2度目のオリンピックで女子の 500m に出場することになっています。寺尾さん、はい、500m って簡単に言われても、はい、スケートにおける 500m って長いのか短いのか、はい、ちょっと私にはよく分からないんですね。まず最初の 100m でしっかり加速、はい、この加速力とその直線で加速したスピードコーナーで、まあ、減速せずに回っていくスケーティング技術が、はい、一番必要なんですけども、これ世界記録、男子の世界記録で今33秒6ぐらい、33秒台、はい、で 500m で走るんですけど、あ、早いじゃんって、まあ、すぐ終わっちゃうねってイメージ、一瞬で終わる感じがします。実際滑るともう 100m 終わったぐらいにはもう全力で疾走してきますので、結構足がもうですねパンパンになってきますので、最後残り 500m の 100m の直線っていうのはもう本当に転びそうなぐらい足に負担がかかるということで、もう最初から全力でいくという競技になる、まあ、500m なんで、はい、まあ、ほぼ一周するわけですね。そうですね、一周、本当に一周ちょっとでということですね、はい。女子 500m あさって13日金曜日にあります。さあそしてもう一人はこちら、スウェーデンの、ニルス・ファンデルプール選手なんですが、種目が男子 5000m と 1万m、 いずれも世界記録を持っている選手です。で6日に出場した 5000m では GTTA 勢最初の金メダルということで我々も紹介しました。で1万メートルは今日午後5時からこの後日本時間行われます。でファンデルプール選手曰くですね、1万メートルの見どころは、最初の20周のラップタイムをいかに均等に賢く走れるかというコメントだったんですけど、はい、どういうことですか。まあ、僕はスピードスケートに関しては、まあ、そんなに詳しくはないんですけども、はい、これ
直線がスピードスケートはスピード加速して非常に長いですので、はい、直線の技術が非常に大事なんですけども、はい、一般的に滑ってる皆さんイメージっていうのはこの内側に傾けてもうこうちょこ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 走るような、そうですね、カカカカカってイメージだと思うんですけど、はい、実際ですね僕らは滑ってるっていうのは、まあ、アウトエッジから乗るんですよね、直線で。アウトエッジって外側ですね、外側のブレードに最初着氷するんですよね、はい、でここからですね倒しながら内側に倒しながら最後押すっていう動作があるんですけども、ここの返しの部分っていうのが一番初動で力を発揮する美味しいポイントになりますので、いかにここをですねうまく重心移動して押すかで、さらにですねこれずっと蹴ってると足に負担がかかってしまうので、はい、倒しながら内側に重心移動させることで、押す力を最小限にして重心移動だけでこう滑っていくようなイメージをすることにより体力を温存しながらいくと、で、おそらく最後の5周ですね、1万メートルの5周ですと、そこで力を実際に入れて最後の、まあ、ラストスパートする、そんなイメージになってくるかと思います。そうか、だからそういう意味でファンデルプール選手は最初の20周いかに賢くっていうのは、はい、体力を使わないように重心移動だけでうまく乗り切って、はいはい、っていう、はい、滑り方を多分おそらくしてるんじゃないかなと思いますので、はい、よくわかりました、はい、寺尾さんはでもあれですね、スピードスケートの話もできるんですね。実はですね、はい、学生時代、まあ、20歳ぐらいまでは1月ぐらい、まあ、冬の1月はスピードスケートの練習もしてまして、はは、まあ、国民体育大会みたいなの出させていただいてですね、国体、国体、いわゆる国体出てですね、これ、まあ、こんな体しますけど1万メートル滑って高校2年生の時に2位に入ったと。さすがです。なのでおそらくこの理論はそれなりには合ってるんじゃないかなというふうに思ってますので。なるほど、ショートトラックもスピードスケートも両方いけるということで、はいはい、ではスピードスケートの競技スケジュールも見ておきましょうか。ジャクソン選手の、女子 500m が、13日日曜日、そしてファンデルプール選手の男子 1万m は今夜ということですからご注目ください。さあ続いては寺尾さんのここが本命ですね、ショートトラックに行きましょうか、はいはい、で一昨日フィギュアスケートの小塚さんなんかコメント出遅れたのかな、これから刺しますっていう宣言が入ってますけれども、フィギュアスケートの時はもう小塚さんが熱を持って、はいはい、熱く勝手に解説コーナーまで作ってご覧になってました。見てましたよ。小塚さん出演回数多いじゃないですか。で何回か出てるうちにこうなんとなく自分のペースに持っていこうっていうなんか雰囲気が見えまして狙って滑ってるんじゃなくて本当に滑っちゃってるんで、そこを僕はですね熱くいくんですけど冷静に今日は行きたいと思います。しっかりショートトラックの説明をしていきたいな。ありました。小塚さんで最後は開き直って、冬は滑ってなんぼだと言ってました。狙って滑っていきたいと思います。狙って滑る、はい、狙って滑りたい。違いを出してくるということで、はい、小塚さんどんなコメント入れてくるか、はい、注目ですけれども、はい、ではですね3人いる GTT へまず順番に見ていきましょうか。まずはこの選手、イタリアのアリアナ・フォンタナ選手です。もはやショートトラック界のレジェンドということで、ピョンチャン、500m の金メダリストで、トリノから5大会連続のオリンピック出場ということですが、寺尾さんこれ5回出るってどうですか。僕2010年にですね、はい、バンクーバーオリンピックというのが行われてですね、僕もそこ5回目目指して、はい、2009年前シーズンですね、全日本チャンピオンも取りましたので、当然行く狙いたいと思ってたんですけど、1年前に、まあ、大きな怪我をしてしまいまして、はい、まあ、オリンピックシーズンの選考会で勝ち残れず、まあ、5回目は叶わなかったんですけども、まあ、そういうことを考えるとやっぱり5回目行ける、しかもですよ5回目で金メダルを取ってるっていうのが、まあ、本当にすごいなと思いますし、まあ、アリアナ選手も特にスタートからやっぱ加速する力が非常に多いです、上手ですので、まあ、コーナーのテクニックと合わせてもう未だに世界で戦えるって本当にすごいことだと思います。なるほど、はい、さあそのアリアナ選手がですねショートトラックの見どころ、そして北京オリンピックの意気込みというのを語ってくれてますので、こちらご覧ください。Anything really can happen in short track speed skating. There's always someone passing, always someone falling, contact, speed, adrenaline, everything you can think about it, it's in short track. My athletic superpower is my mind. I'll do anything and everything I can and that it's in my power to reach that goal. So my impossible is to get to the next Olympic in Beijing 2022 and win another medal, so I will be the most decorated athlete in short track history.
I would love, really love to hear everyone yell, Queen of the North! Queen of the North ということで、今これは当然オリンピック前に撮ったインタビューなんですけど、すでにその目標は叶えられています。これまでの4大会で8個のメダルを獲得していました。そして今回の北京ですでに2つのメダルを獲得してますので、ショートトラックの選手で史上最多ということになりました。でアリアナ選手のレースを見ていて、ちょっと私一つ気になったんですけど、アリアナ選手だけスタートの時の構えが、ね、他の選手と明らかに違うんですよ。気づきましたか？気づきました。やっぱり誰が見てもそうですよね。はい、どうでしょう、皆さんもアリアナ選手ご覧になって気づいた方もいるかもしれません。ちょっとこれ見ていただけますか。さあどれがアリアナ・フォンタナ選手でしょうかっていうことなんですけど、皆さんわかるかな、どうでしょうか。なんかちょっと一人そうです、ええ、独特な方がいらっしゃるような、一人黒いブレードを履いている右から2番目の方が、アリアナ選手ということなんですが、明らかに他の選手と構えが違います。じゃあ実際どうやってるのかっていうのをちょっと映像もありますんで、それを見てみましょうか。さあこれが今映像分かりましたか。ちょっとスローでも見てみましょうか。はい、足の運びちょっと見ていただきたいですね。まあ、独特であることは分かりましたが、ちょっと何がどうなってるのか私には分かりませんでした。寺尾さん解説お願いします。はい、今森田さん、はい、明らかな違い、あれあれ気づかなかったですか。待ってください、はい、立ってらっしゃる準備万端。今一回映像見たら大体お分かりになったので説明不要かなと思ったんですけど、一応ご説明した方がいいですか。すいません全然分からない全然分からないですか。じゃあですね、はい、ちょっとお願いします。スタートについて普段お話することがないので説明させていただきます。ショートトラックのスタートはい、はい、お願いします。これなぜかですね、スタートラインがこちょうど白いラインがあるんです。あれ、それも寺尾さんが準備したんじゃないですか、勝手に。これをちょっと活用させていただきたい、はい、僕のスタートですね、これ一般的なスタートなんですけども、左足当然このスタートラインギリギリまで持ってきまして、はい、この右足ですね、右足に関しては押しやすいようにちょっと後ろに下げますと、はい、でそこで、まあ、倒してここから足左足を開きながら前に出ていきます。いいですか。今のは一般的な一般的なこういうスタートですね。はいはい、でアリアナ選手はスタート、これ今ちょっと利き足が逆になってしまうんですけども、まあ、このようにほぼ水平にして立ってたと思います。ちょっとそんな体勢でしたね、確かに。そうですね、はい、で左足は同じようにラインをギリギリまでいきますよね、はい、これで右足、この右足が先ほどの僕の構えと比べてよりスタートライン近く来てます。あ、確かに。そうですね、でこの構えから行くんですけども、まず最初このスタートから行くとこの1歩目、はい、分かりますか。この1歩目が先ほどのこの位置よりも前にありますので、当然最初1歩出やすくなります。そっか、はい、一般のスタートの人はどうしたって、はいはい、後ろにある左足の位置からの1歩になる。そうです、基本的にはそこからになりますので、その距離が単純にこれで1つ稼げると。で特に 500m はですね、あのスタートからそのコーナーの入り口までが 14m ちょっとしかありませんので、はい、そこまでに自分のポジションをまあ、しっかり構えなきゃいけないですから、はい、そこに、まあ、一歩目先に出るということは選手の心理的にも、あ、先に行かれたって一瞬思っちゃうんですよ、スタートの時。そうすると、まあ、頑張って入り口まで勝負することもできるんですけども、リスクが高いので、まあ、その選手の後ろに入ろうというふうに思う心理がやっぱり働くので、はーはーはー、一歩目で結構勝負としては決まるということと、あとさらにですよ、まだある、さらにですよ、この左足です、はい、先ほどこう構えたときはこの左足を開いて前に開くという作業が動作が出てくる。それは通常ですね。通常です、はい、でこの場合はここからこの左足を前に出しておきますよね。そしたらこのまま前に3歩目いけるということで、この返しの工程をまあ1個削減できてると。工程を1個減らした、1個減らしたと、ここ大きいと思うんですよ。 TPS のようにまさにそのようにここで、まあ、この最初の一歩目とこの開くところ、この工程を、まあ、しっかりと削る、改善することで、トップ選手に行くともうやっぱ差ってどんどんなくなっていくんですよね、はい、ですけどいかにあと少し相手より早く出るかっていうことを考えるには、こういったことをやるとすごく、はあ、あのまあ、
もう本当に最後の最後何をしたらいいんだって、まあ、トレーニング以外に何かできるんだってこと、新しいことですね。そっか、だから独特の構え見て、はい、やっぱりあそこに強さの秘密は隠れているわけですね。あるんですよね。でちょっと今ちょっと気になったんですけど、先ほどの映像もう一回出せますかね。何ですか。もう一回ちょっと、もう一個気づいちゃったんですけど、いいですか。ちょっと左足、今度左足に注目していただき、左足、はい、いいですか、この左足の動きですね。奥の足、はい、もうすぐ分かっちゃいましたね、今。もう気づいた。ごめんなさい、全然分かんない。全然分かんないですか。ええ、よろしいですか。待って、寺田さん、今気づいたんですか。今ちょっとですね、この左ばっかり、すみません、頭がいってたんで、さっき映像見た時になんかちょっと左もなんかあったぞとみたいな、ちょっと気になりました。じゃあすいません、ついでにそれも教えてください。もう一回いいですか。なんですか、はい、さっきのこの開きとこの一歩目に加えて、はい、最初これ右足押し出しますよね、はい、押し出す時にこのブレードですね、歯というのはここかな、はい、こうスタートラインこう立ってますよね、はい、から倒してから押し出すんですよね。倒さないと氷をうまく押せない。そう、押せないので倒してから押すって、これですこういう動作があるんですよ、はい、もう先ほどのアイナ選手も最初からですね、右足がこう倒れた状態で押すので、この工程がなくなります。1個こういうこと、2つの工程を減らしてた、もうあの中で減らすと。なので、まあ、どちらかだけ、例えば後ろ構えてもこっちだけ倒すとか、こっちだけ開くって、まあ、それはできると思うんですけど、両方1回でやるので、本当にこう千分の1ミリをこうなんかこう改善していくと。なるほど。いう姿が今なんか気づきましたね。アリアナ選手が工程を減らしてたし、はい、それに また気づく改善マンもいて、ここまでやっぱりスタートを何度も見たことがないですので、はその細かいところももしかしたら考えて。でもさっきおっしゃったように、はい、スタートを早くするってことは、スタートが早いっていうイメージが他の選手についちゃえば、相手は諦めたりとかするわけです、ね、これ先ほどお話したように1歩目でいくとこうってこう引くっていう心理が働くんですけども、それは選手目線ではそうなの。これを何回も何回も繰り返していくと、あの選手はスタートが早い、あの選手の後ろにつこうっていう発想になっていくんですね、どんどん。ですので、セルよりもあの選手の後ろに行って一緒についていった方が最終的に勝つ確率が高くなるっていうことをやっぱ選手が考え出しますので、スタートする前からある程度優位にするショットラックです、ね、そこから勝負は決まってるような、なんかそんな、これは 500m に限らずですね。へえ、はい、もう寺尾さん熱すぎてずっと立ちっぱなしでの解説になってしまいましたが、このまま行ってもいいんですけど、もうちょっと小塚さんの熱を超えつつありますが、座っていただいて、ちょっと座らせていただきます、はい、すいません。いやー、そっか、アリアナ選手そんなことやってた。ぜひともですね、まだまだアリアナ選手の競技ありますから、はい、スタート時に注目して、そこに2つの工程削減が含まれているということで、はい、皆さんご覧になってください。さあ、そしてですね、そのアリアナ選手、実は日本のチーム、トヨタチームと合同で練習したこともあるということで、はい、こんな写真があります。はい、これは2019年の8月なんですけど、はい、まあ、我々チームとしてオランダに行きまして、まあ、長期の合宿を行いました。で、合宿を行っている時に、まあ、アリアナ選手側からですね、一緒に練習してもいいというオファーをいただきまして、はい、それで一緒に練習をしまして、まあ、後ろにいる、右側にいるのがコーチのアンソニーさん、はい、でアンソニーさんは僕と、まあ、年代が近くてですね、はい、もう2000年代は何回も一緒にレースを戦ったライバル中ですし、まあ、そういったライバルの、まあ、選手がですね、今、まあ、当時はラブ4乗ってですね、チームトヨタってこうステッカーを貼った車を乗ったんですけども、はい、これがなんかグローバル企業のやっぱりこう強みだなっていうのをすごく現地で感じましたので、まあ、これがまあ2年経って今メダルにつながってるわけですね。そういうことですね。本当に嬉しいですね。国を超えた GTTA 同士のつながりっていうのを感じますね、はい、さあ続いて2人目いきましょうか。ドイツの、アンナ・サイデル選手ですね。今回が3回目のオリンピックなんですけれども、初めて出場したソチの時が15歳だったので、まだ23歳なんです。で、去年3月トレーニング中に右足を骨折で手術を受けて、10月に競技復帰したばかりなんですが、このオリンピックの舞台に間に合わせてきました。アンダー選手はもともと長距離が得意な選手で、はい、今回も 1500m にエントリーしてますので、ぜひ期待して続いてほしいなと思います、はいはい、さあそして最後いきましょう。日本の吉永一貴選手です。まさに寺尾さんの教え子ということになると思います。ピョンチャンに続いて2度目のオリンピック。ピョンチャンではアンカーを務めた男子 5000m リレーで7位、個人の 1000m では13位でした。さあ、ここからは吉永選手について深掘りしていきたいんですけれども、寺尾さん、まずは
吉永選手っていうのはどんな方ですか？あのとにかく、はい、まあ、一言で言うと真面目、真面目、はい、あの練習に対してあの探求心が強くてですね、もう納得するまであのやめろやめようかっていうぐらい言うまでずっと練習を続けるタイプですし、まあ、オンとオフはしっかり分かれてるんですけども、そのオフの時もやっぱりスケートのことを考えて、スケートのためにいい食事を取ろうとか、スケートのためにこう温泉入ってリラックスしようとか、はい、そういったことをですね、やっぱり365日考えているような選手かなと。ああ、いいですね、はい、先日ですね、出発直前に吉永選手にインタビューをさせていただきまして、前回のピョンチャンから4年間でどんな成長があったのか、このあたり聞いてきました。スピードというのは日本人選手、まあ、僕も170センチと他の国の選手と比べると小さいですし、小柄なのでスピードというのはやっぱり課題だったし、ピョンチャンオリンピックでも足りなかった、リレーでも追いつけなかった、足りなかったと感じています。そこから4年間いろいろな国に行ったりとか、陸上競技の動きだったりから考えを得て、いろいろなことを実践してきて、今はかなりスピードが出ていて、それが自信となり、今はかなり落ち着いた状態でいられているかなと思います、うん、さあという、吉永選手の自己分析がありましたけれども、はい、寺尾さんから見てていかがですか？あの昨年9月に、まあ、国内選考会となる大会がありまして、はい、この 500m でいきなり日本記録を更新したんですけども、通常やっぱ日本記録っていうのは海外の、まあ、いわゆる高速リンクというところ言われるところで出ることがほとんどなんですけども、それを国内で達成できましたし、特に改善されたのはスタートもそうですし、あと 500m4 周半滑るんですけども、はい、4周半 そのラップのうち、まあ、一周のタイムのうちが、まあ、以前より減ってきているので、トータル的に 500m してタイムが速くなったというあのいい傾向が出ています。で、一つ課題としては、まあ、吉永選手言われた通り、本当のトップスピード、あの1周のどれぐらい速く滑れるかというスピードがもう少し欲しいという話もありましたので、はい、あのスピードがないと体力があってもですね、どうしても単調なレースになってしまいますので、もう本当に一瞬のこう何か自分の強みというものを、まあ、本人としてもあと少し改善したいと思っているのかなと思います。まさに今北京の場でもそういうことに取り組んでいるかもしれませんね、はいはい、さあそして今回の北京オリンピックでは特にリレーでのメダル獲得が悲願だというふうに寺尾さんも以前出演された際にお話しされていましたけれども、はいはい、そのリレーについても吉永選手に聞きました。体をタッチしてプッシュする瞬間のタイミングであったりとか、意図的に遅らせたり速くしたりすることによって、リレーでいうバトンタッチの瞬間に相手選手を抜くことができてたりという、通常のショートトラックとは違う、まあ、陸上の競技とも少し違うような、そこが最大の魅力じゃないかなと思います、はい、まずやはり自分の前の走者、自分にバトンタッチしてくれる人のことをよく見ながら、この選手がどういう軌道で滑ってくるかを考えたりとか、この人がどういう意図を持ってタッチに臨もうとしているかというところを瞬間的に見極めて、自分が出ないといけないので、あうんの呼吸というところになるんじゃないかなと思います、はい、うん、まさにあの私もすでに行われているリレーをちょっと見ると、はい、こんなにごちゃついてて何が何だか分かんなくなるっていう、はい、外から見ても分からなくなるぐらいに、はい、たくさん選手がいて、あこの人が次入るのかみたいな感じなんですけど、あの実際4チーム、はい、まあ、レースを行うと16人氷の上に選手がいるわけですから、はい、そこの中でタッチをうまく合わせると、で抜くっていうことは非常に力を使う、前の選手を抜くって非常に力を使うので、さっき吉永選手が言われたように、タッチのところでこのプッシュだけでうまく抜けた方が体力を温存できるということもありますし、あの実際僕も現役時代もうほぼアンカーというポジションを目指していただいたんですけども、はい、アンカーとして何を他の3人の選手に期待するかというと、アンカー残り2周だけ滑らなきゃいけないというルールがあるんですけども、そこまでにできるだけ体力を温存したんですよね、はい、体力を使いたくないので、他の選手お願いだから抜いてきてくれとかですね、少し後ろとの差を広げてくれほしいっていうことを思いながら滑ってましたし、実際まあこ、まあ、今日行われる競技でも吉永選手 その動きっていうのはちょっと注目になると思うんですけども、逆にまあ抜きに行かなくても、あもしかしたらこれは体力をきっと最後まで温存してるんだなっていう見方をすると、少し見方がですね、あのそれぞれの滑走順によってあの役割があるということが見えてくるかなというふうに思います。だからその吉永選手アンカーだけれども、その前にも当然出番は巡ってきて、はいはいはい、その出番の時には頑張りすぎちゃうと最後のところに体力を取っておけないんで、
なんで応援の仕方としては途中で出てきた吉永選手に、はい、が抜かなくてもそこはぐっとこらえて、はい、そうですね、あ今温存してるんだと。そうです、温存してますし、最後までいくと8タッチありますから、はい、もう本当に最後の勝負になると勝つチャンスあると思いますので、そこまでみんな4人でうまく力を分散しながら最後の2周に持って最後の爆発に期待したいですね、はいはい、さあここまでは、真面目にずっと真面目です、ね、スケート、ずっと真面目ですね、あのスケートの話をしてきましたけれども、はい、実は吉永選手ですね、私あるものを発見しまして、はい、こちら、スケート部のサイトに掲載されている、はい、プロフィールなんですけれども、自慢できる趣味はありますかっていうところにですね、さらっとフリースタイルラップって書いてありました、うん、フリースタイルラップって、要は韻を踏んで、はい、言葉を重ねていく、はい、あのラップです。はいはいはい、寺尾さんこれ知ってました？あのプロフィールってあんまりすみません、自分の選手ってここ細かく見ることないんですけど、ラップって言われたラップですよね。いや、あのラップ、あのラップですよね。一周二周のラップじゃなくて、ヒップホップでもやっぱラップですね。ラップですね。あの練習の前後に結構なんか独り言で喋ってることあるんですよね。ポソポソポソ。やっぱりあるんだ。ポソポソあるんですけど、はい、何を喋ってるのかって、あよく2人で選手でなんか喋ってるんですよ。何をやってるんだろうなっていうのは、そういえば何回も見たことがありますね。もしかしたらそれかもしれません、はい、ということで、これについても吉永選手ご自身についてぶつけてみました、はい、そしたらまさかの約束までしてくれました。自分が唯一できる特技、スケート以外でって言われるとラップになってくるのかなと。昔練習と練習の合間に5分10分のインターバルとかレストがあった時に韻を考えたりとか、ひどい時は韻を考えたりとか、韻が頭に浮かんできて寝れないっていうこともあったりとかするぐらいラップは好きですね。韻を踏むことのなんか美しさだったりとか、こんなに力説していいのかわかんないんですけど、リズムをどうやってこう日本語で取るかとか、その中でこうどうやって綺麗に韻を踏みながらリズムをちゃんとキープしたままできたりとか、相手に響く言葉だったりとか、あと見ている視聴者の人に響く言葉を選択できる人とかがいたり、魅力がたくさんあるかなと思います、はい、メダル取ってぜひその気持ちとか感謝をラップに表現できたら面白いかなと思いますので、ぜひメダルを取ってやらさせていただきたいなと思います。ラップでのメダル獲得報告楽しみにしております。いやなんかあれですね、はい、ずっと真面目なスケートの話だと、はい、急になんか何の話なんだろうって思うぐらいに、はい、吉永選手の違う一面が見られましたけれども、まさにあの日本の和樹が北京で勝つ気なわけですよね。今さらっと、え皆さん、さらっと今リズムよく韻を踏んでたかと思うんですけど、ちょっと吉永さんの真似をしてみましたあの今、はい、本当に吉田君からコメントあった通り、まあ、それも非常に楽しみにしつつ、まずはレースしっかり、そうですよね、本当に思いっきり悔いなく滑ってほしいなと思いますね、はい、そしてあの皆さんもお気づきですかね、あの今日の特集タイトル、ね、はい、皆がメダル、悲願のメダル、目指すの勝利、スケート競技、当然韻を踏んでたわけなんですけれども、はい、それだけでは終わらないのが我々放送部ですよ、はい、Time to do battle, go for that medal, victory awaits, so strap on the skates。英語でも僕はすいません、 そこまでちょっとすいません、フリップに書いてあるのが全然気づかなかった、あの、ね、細かいところ気づかなかったんですけど、 battle、 go for that medal、 victory awaits、 so strap on the skates。 これでも一個これ気づかなかったんですけど、一個気づいたことがありました。どうですか、なんか森田さんの英語の発音がめちゃくちゃうまいんですけど、なんか海外赴任とかあったんですか、なんか分かんないですけど、やめニューヨークとか行かれたりしてますか、ね、ニューヨークに行ってたくせにっていうぐらいだと思いますあの本当に恐縮でございます。いや素晴らしいです、今日はねこの韻を踏んで、はい、ところどころに散りばめておいたという構成になっておりました、はい、小塚さん気づきました。さあということで、はい、はい、ショートトラックのスケジュールも押さえておきましょう、はい、たくさんあります。ですね、アリアナ・フォンタナ選手すでに2つのメダルを取ってるんですが、まだこれだけチャンスがあるということで、今夜の女子 1000m、こちら決勝まで行われますし、それから一番下、来週の女子 1500m、ここではですね、この真ん中のドイツのアンナ・サイデル選手と GTTA 対決ということになります。
それから一番下、吉永一貴選手は今夜ですね、男子 5000m リレー準決勝がありまして、ここを突破すれば決勝は来週の2月16日ということになっています。はい、いよいよですね、今日はの最重点種目である 5000m リレーありますから、もう楽しみですし、ワクワクですし、やっぱ試合のことがすごい緊張するんですね。寺尾さんの立場からするとね、そうですよね。まあ、とにかく頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、はい、吉永選手のラップ報告もありますから、皆さん本当に全力で応援しましょう、ね、楽しみにしていてください。頑張ってほしいですね。はい、さてここからは今後の GTTA の競技の出場予定を確認していきましょう。まずは、アイスホッケーからいきましょう。女子藤本選手の日本は明日ですね、決勝トーナメントの初戦、準々決勝があります。フィンランドとの戦いです。それから男子は明日明後日とミューラー選手のドイツ、中国戦、アメリカ戦と続きます。それからスピードスケートですね、こっちは 400m の方ですよ、 400m トラックの方、今夜男子1万 m にスウェーデンのファンデルプール選手、5000で金を取ってます。こちらも期待です。それから13日日曜日に女子の 500m、 アメリカのジャクソン選手、今回が2度目のオリンピックということになります。そして、ショートトラック、先ほどもお伝えしましたように今夜日本の吉永選手が男子 5000m リレーの準決勝、イタリアのフォンタナ選手は女子 1000m が決勝までありまして、今大会3個目のメダルを目指します。そして13日日曜日 3000m リレーの方はこちら順位決定戦ということになります。カーリングいきましょう。このあと15時過ぎから、吉田選手の日本がカナダ戦、それから結構大変なんです、明日はデンマーク戦、それからロシアオリンピック委員会との試合と2試合、さらに月曜日の放送前には中国戦と連日であります。こちらも応援してください。それからボブスレーですね、カナダのアッピア選手、今回から設けられた新種目、一人で乗る女子モノボブ、13日と14日2本ずつ滑ります。それからスケルトン、女子ですね、オーストリアのフロック選手、今1本目と2本目をちょうど滑っているという感じですかね、明日3本目と4本目、頭から滑るトンと覚えてくださいと言いました。そして応援する言葉はアウフゲーツ、応援してあげてください。続いてクロスカントリーです。このあと16時から男子15キロクラシカル、ノルウェーのクレボ選手、今大会2個目の金メダルなるかというところですし、日曜日の男子 4×10km リレーにも出場する予定になっています。それから右側の2人、明日ですね、女子 4×5km リレーに日本の小林選手とアメリカのディギンズ選手が出場する可能性があります。それからおしまいにスノーボードクロスですね、明日の昼前、フランスのトレスプチ選手とオーストラリアのブロッコフ選手、新種目混合団体での GTTA 対決、こちらもご注目ください。結果はトヨタイムズ放送部でお伝えしていきますし、それら以外の出場予定とか結果っていうのは、特設サイトでも確認することができますし、インタビュー動画ですとかアスリートの SNS の情報も載ってますので、そちらもチェックしてみてください。さあ次回の放送なんですが、来週の月曜日の12時からということになります。さっきからコメントで参加している小塚さんと一緒にですね、こちらアナザーサイドオブ北京、イスラエル唯一の GTTA は日本大好き不可能に挑むアダムのストーリーと、不可能に挑むアダムのストーリーなんかあれですね、また気になる気になるタイトル、かからずもすごいな、次まで引っ張ってしまいまして、はい、これですね、夏冬合わせてただ一人のイスラエルの GTTA がこのアダム選手なんですね。しかも日本が大好きということで、うん、これ日本での桜の写真なんですけれども、アダム選手北京に出場を今回することができませんでした。ただ出場できなくても不可能に挑戦し続ける彼のストーリーというのはぜひとも皆さんに触れてほしいなということで、アダム選手のあふれるジャパン愛とともにみんなで共有したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。さあということで、今日もたくさんコメントがずらーっと流れてました、はい、寺尾さんお願いします。はい、まずつるにゃんさんからリレーについてコメントをいただいております、はいはい、
相手を見る、相手のことを考えながら待っているのかなと、次の選手がですね、はい、次はそういう理解で見てみますということで、まあ、リレーの見方が少しですね変わっていただいたんじゃないかなというふうに思います。それはもう寺尾さんの解説の力でございます、はいはい、続いてはこれは何ですかね、小塚さんって書いてありますね、読めないですか、大丈夫ですか、どの小塚さんかちょっと分かんないですけど、はいはい、なんすか、細かい積み重ねが数秒を生むんですね、スタートにそんな戦いがあったんだと、真面目ですね、特に陰も踏んでなくて、ね、厳しい、はい、中京大学の先輩厳しい真面目に、真面目にありがとうございます、陰ぐらい踏んでこいと、はい、最後は哲田さんから、はい、マスコットがいっぱいとなんかちょっと気づいていただきましたね、マスコット ありがとうございます、はい、そうなんです、こちら北京2022のマスコット、オリンピックのビンドゥンドゥンとパラリンピックのシェーロンロン、中国トヨタオリパラ部の皆さんが送ってくださいました、ありがとうございます。あ、そうそう、私のつけている今日からこれもですね送ってくださいました、ありがとうございます。ということでフェイザンガンチェ、ホンテンゾンゴ、アウエンブーデヨーショートワントエシェシェ、ちょっと練習してみました、伝わりましたかね、どうかな、伝わったと思います、はい、はい、ということで、寺尾さん今日もありがとうございました、どうでした、ご自身の種目、はい、まあ、あの今日ですねこうやって30年ぶりに、まあ、日本にいるんですけども、こういうふうにスケートをたくさんしていただいたので、まあ、スピードスケート、ショートトラックともにですね、まあ、新たな視点で応援していただけるというふうに思いますので、はい、もう寺尾さんが来ると、はい、こんな深いここまで知れるのかってところまでお話ししてくださいますから、はい、もうスタートの話初めてさせていただきます、はい、本当にぜひ見ていただきたい、有穴選手のスタートをご注目ください、はい、ということで皆さん今日も長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と寺尾悟でした。それではまた月曜日にワントヨタ。泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、 oh, oh. 孤独にファンを抱いて、幕が上がりさあ始まるこのストーリー、刻みたいな Our History、 狙うのはてっぺんのヒーロー、ヒーロイン、show myself, oh oh, with loneliness in my heart, oh yeah, we all did.